さあ続いて第3位はこの選手。はい、やべっち、ぼっちです。宿題出すよ。続いて宿題を発表してくれるのはヴィッセル神戸の10番ボッティ。その宿題はこちら。頭が、眉間に乗せてんの。ボッティの宿題はおでこにボールを乗せた後、そのまま今度は鼻の上で止めた。これまで見たことのない難易度の高い宿題だ。この宿題できるかな。頭はね、苦手分野なんですよ。